ちは、Gです。今回はブラウザーの機能拡張のお話。ラズパイは何と言っても非力ですから、それを補い快適なブラウジングをサポートしてくれるものが欲しいですよね。便利な小物グッズを軽いノリでご紹介していきます。ラズベリーパイ OS や Ubuntu では以前から H.264iFi とマイクロブロックオリジンがデフォルトで機能拡張としてインストールされています。まずはそれは何なのか、そこから見ていきましょう。最初は H.264iFi についてです。 YouTube で動画を見るとき V9 コーディックで再生されるとハードウェア支援が効かないんです。 H.264iFi を入れると強制的に H.264 コーデックで再生してくれるんで、ハードウェア支援が使えるというわけです。 H.264iFi の設定にブロック 60fps ビデオがありますが、必ずチェックしておきましょう。これは60フレームの高画質動画を30フレームで再生する機能です。ラズパイには必須ですね。特に設定はなく、インストールされていればいいとお考えください。次はマイクロブロックオリジン。これを入れておくと広告をブロックしてくれます。ウェブサイトを見るとき、広告文のデータ転送量が少なくなって CPU 負荷が抑えられるというわけです。 Yahoo を表示するとこんな感じです。設定も不要なんですが、上のパワーアイコンをクリックすることでサイトごとにオンオフができます。マイクロブロックオリジンアイコンの上に数字が出ていますが、ブロックされたオブジェクトの数を示しています。マイクロブロックオリジンを開いてオフにしてリロードしてみます。オフだと広告が表示されるようになりますね。マイクロブロックオリジンの使い方として、ウェブ上の任意のオブジェクトをブロックするフィルター機能があります。通販サイトでテストしてみましょう。適当なオブジェクトを右クリックして要素をブロックを選びます。他のオブジェクトをクリックしたり、周辺をクリックすると選択される範囲が変化するのが目視できます。範囲が決まったら、右下にカーソルを移動するとフィルター設定ウィンドウが表示され、作成をクリックで選択されたブロックは以降表示されなくなります。リロードして確かめてみましょう。ブロックされてますね。やりすぎると逆に遅くなることがありますので、ほどほどにしましょう。 YouTube を快適に見るのにおすすめなのが Enhancer for YouTube。 通信速度の都合で動画の画質が自動的に落ちてしまうことがあります。この機能拡張は画質の固定、マウスホイールでの音量調整など多彩な機能があります。おすすめなのは自動シネマモードで、フルスクリーンじゃなくても快適に動画再生ができます。 PC での利用はともかく、ラズパイならシアターモードで見るのはちょうどいい具合で、他のアプリを動かしても邪魔にならないし、 CPU 負荷も小さくなります。設定は多言語化されているので、いろいろ試して遊べます。調べ物をしているとどうしてもタブが増えて、結果全体に重くなって遅くなる。そこで使わないタブを休止する機能拡張があります。 Chromium ではグレートディスケーダー、 Firefox ではニュータブサスペンダーがおすすめです。サスペンド時間を設定するだけで自動的に休止してくれます。画面のように
タブを切り替える都度に再呼び込みします。つまりフロントにないときは休止しているということですね。 PC だと不要ですが、ラズパイではこういう機能が有効ではないでしょうか。次は全ての方におすすめということではないんですが、画像検索や買い物が多い方には便利な拡張機能です。画像を拡大表示するイメージャスという機能拡張で、 Firefox、Chromium ともにサポートされています。画像検索で試してみましょう。必須じゃないんですが、画像を多く並べるのに縮小表示しています。カーソルを当てるだけでサムネイルが表示されます。この時、元画像サイズに応じて表示サイズは変わります。YouTube もこんな感じで拡大表示できます。Amazon の商品サイトのように URL が長いものがありますよね。これ URL を通知するのは大変です。古くからある URL 短縮サービスをご存知でしょうか。ビットリーです。 Amazon で試してみましょう。ご覧のように URL が長いんですが、URL を表示したままビットリーをクリック。短い URL が表示されました。この URL をメール通知すれば OK。 短縮 URL を試してみましょう。この動画の説明欄でも、長い URL は以前からビットリーを使用しています。ここでご紹介した機能拡張はブラウザーで検索してインストールできます。 Chromium では右上の3ドットアイコンで、その他のツールの機能拡張を選んで Chrome Web Store に移動します。 Firefox の場合は右上の3本線アイコンでアドオンを選びます。ところで、3本線アイコンはハンバーガーアイコンとかハンバーガーボタンと呼ぶんだそうですね。3ドットアイコンも一緒に、今後は動画内ではそう呼ぶよう変更したいと思います。最後に、快適なブラウジングということで Puffin という OS をご紹介します。まずは加工なしの動画で速度感をご覧ください。本当にラズパイなのかというぐらい速いです。メーカーはクロミウムに比べて12倍速いと言っていますが、でも本当に速い。まず驚くのは、各サイトの立ち上がりや画面スクロールが速いんです。動画サイトも動画の起動が早い。パフィンはブラウザー単体ではなく OS 仕立てです。ベースはラズベリーパイ OS で、ブラウザーは Chromium を改造したものです。高速の理由は公開されてませんが、クラウドベースなので何らかの圧縮技術を採用しているのではないでしょうか。ただ残念ですが、皆様におすすめはできません。理由は少し不安定で、ランダムにクラウドが切断される、時間帯によって早くならないなど、まだ問題を抱えてるからです。OS イメージは昨年5月から更新されてませんから、
新しいものが出れば改善するかもしれません。試されたい方は画面の URL でダウンロードインストールボタンをクリックしてマルチリンガルバージョンを選択してイメージをダウンロード。ラズベリーパイイメージャーやエッチャーで SD に焼いてください。ご覧いただきありがとうございました。今日は節分です。だから明日は立春。春の足音が聞こえてきます。節分や豆まきは古代中国から伝わったものだそうです。1400年ぐらい前のことで、我々は律儀にも今も習慣として残してるんですけど、今の中国では節分も豆まきもないそうです。人口多いんだから恵方巻き売れば儲かるのにね。ではまた次回。